はめられたなって思ったんですよ。脱毛でって言ってアンダーヘアっていうのは一切聞いてなくて、日本の女性ってアンダーヘアを処理してる率がめちゃめちゃ低いんですよ。アメリカは 80% を超えてるんですね。アンダーヘアって音の波形に似てるんじゃないかって思えたんですよね。音の波形を作りたいってそう思ったんですよ。面白いんですよ、やっぱりその陰毛をそうやって、波形にしてそれを音にするっていう発想がめちゃくちゃクレイジーじゃないですか。で面白いは面白いんですけど、やっぱり不安定な音なんですね。そこをどういう暴れ馬たちをどうやって曲に仕上げるかってすごく難しいところではあったんですが、ちょっと哀愁漂う感じのちょっとキュンとくる、テイスト、そして、今の、世界で聴かれているビルボードのテイストとかに、なるべく負けないようにいかにその、アンダーヘアで勝負できるかっていうのを詰め込んだ曲です。